はい、メイ君です。今日はね、 AM5 のマザーボードが、DDR5 8000MHz、 いつの間にかに DDR5 6000MHz の壁を突破してたんで、高速メモリー動かしてみたいと思います。でこれがね、 ASUS さんのホームページですね。マザーのね、メモリーのあの認証を見てみると、 G スキルさんの 8000MHz OK ですよって出てるんですよね。まあ、ただね、さすがに 8000MHz 買うわけにはいかなかったんで、あのインテルで使ってた7600で、比べてみたいと思います。まあ、これ箱と中身が逆ですね。はい、右が箱がエクスポで、左はインテルのやつなんですけど、中身は黒いのがエクスポですね。あのネオって書いてあるんですよね。はい、でこの黒いやつね、こっちがね DDR5 6000MHz のエクスポメモリーですね。まあ、AM5 専用の設計してあるらしいんですけど、でこっちが DDR5 の 7600MHz ですね。まあ、8000でテストしてみたいですけど、8000ね、高いんですよ。なんで諦めました。はい、ということで、まあ、6000と7600でもそれなりの差があるんで、ベンチでどう差があるかやってみたいですね。でこれね、 CPU もメモリもね、めんどくさいんで自動押しです。あの余計な手心は一切加えずですね。でエクスポメモリーじゃなくてもバッチリ起動しました。で7600でもね、全く問題なく、メモリーテストもクリア、ベンチもクリアでしたね。エクスポメモリーじゃなくても動くって、じゃあエクスポメモリーって何だったのって感じですけど、まあ、なんかいいことあるんですかね。でもエクスポ対応のこの8000とかないんですよね。なんでインテルで使ってるメモリーを使います。でこちらね、6000、今まで使ってたエクスポメモリー、安心のエクスポメモリーですね。これも自動押しですね。まあ、これは通って当たり前と、これが通らなかったら詐欺ですね。はい、ということで、まあ、こっちはエクスポで6000、もう一つはインテルで使ってたやつで7600で、 FF14 と FF15 のベンチで比べてみたいと思います。まあ、FF14 はね、インテルのマザーでやるとね、高速メモリーになると急にスコア上がるんで、結構メモリーの効果が多く出るんじゃないかななんて勝手に思ってるんですけど、まあこれ AM5 の方でやったらどのぐらいの差が出るのか、ちょっとワクワクしながらやってみたいと思います。まあ、今回はね、まあ、あの簡易的にスコアだけ取れればいいかなと思っても、温度表示とかもめんどくさいんで全部切っちゃってます。で、途中でスパーンと切って、もう早速エンディングですね。まあ、早くスコアが見たいです。はい、ということで終了。6000の方が 41,373、7600が、41,771、まあフル HD ですねこれね。で全然差がない、誤差やんかっていう感じですね。400ない、え、どっちでも一緒じゃんこれね。でこれがね 4K ですね。6000の時 27,331、 7600で 27,433、 全く変わらんじゃんっていう感じですね。まああのこれね、いつもの通りシムレースゲーム用のものがいっぱい突き刺さってるんで、それ全部外すともうちょっとスコア上るのが、あの上がるんですけど、めんどくさいんでそのままやってるんで、まあ同じ環境での差だと思ってみてください。まあご自身の環境と比べるとスコアはね、1割2割メイクンチのは遅いと思いますんで、足からずと。で続いて FF15 ですね。こっちはね、あんまりメモリに影響しないんですけどね、さっきのメモリに影響する FF14 が惨憺たる結果だったんで、こっちはもっと惨憺たる結果ですね。6000の時は 22,164、 7600で 22,983、 誤差、はい。で次 4K、 6000 が 14,409、 7600 が 14,537、 はい、誤差、全く誤差ですね。はあ、これなら6000でいいんじゃないですかね。エクスポメモリーって言われてるぐらいですから、安定するんじゃないかなと。はい、ということで、もう一回比べてみましたけど、誤差です。はい、まあ最初初めて買う時に選択肢があるんだったら、
7600でも8000でもドンと来いって感じですけど、メイ君みたいに M5 が発売当時に6000買っちゃって、え、8000まで使えるのって言って8000のメモリーにわざわざ買い替える必要があるかというと、ないですねこれはね。はい、全くない。まあということでね、まあもうこれは商品を売るためだけの策略なのかと思うぐらいですね。で今ね値段ね8000ぐらいですね。まあ、わざわざ買い直すほどじゃないですけど、新規で買うんだったら8000円の違いで、まあね、8000メガヘルツだったらもっと違うのかな。いやいや、ないでしょ。はい。ということで、またね。バイバーイ。